けな。探索13日目。13日経過しました。経過しましたね。早くあのルーイという人を見つけてと捕まえないと、はい、そうですね。私たちの食料全部持っていきましたからね。なくなってしまいましたからね。とんでもないですよ、あの人は。騙された。いや、騙されてはないんですけどね。なんだか私より力が入ってませんか。そんなことよりもアヒルちゃんだ。アヒルちゃんがいると私はもうもう、まあ、それはどうでもいいとして、はい、さあ行きましょう。今日は雨ですよ、はい、皆さん気をつけていきましょう。じゃあ探索をするんですが、今日は水の中を中心に行きたいと思います。ということで羽ピクミン、羽と青だけで行きましょう。他のピクミンを連れていくとどうしても溺れてしまうので誰かさんのせいでね。いや、ここはもうでも誰かさんとか関係ないですよ。関係ないっすか。溺れちゃうんでね。よかったです。あ、じゃあ青ピクミン持てるだけ持って、うん、はい、OK。 はい、じゃあ行きましょう。はい、行きますよ、キャプテン。わかってる。なんとしてもあのアヒルちゃんをもう取り返せ。もうそれはいいです、もうそれはいいですから。アヒルちゃんはまあいいとして、とにかく行きましょう。さあ、雨の中なんでちょっと見にくいですが、行きましょう。ここはピクミンがいた場所ですね。どこ行ったの。早速早速私は迷子になってしまいました。あー、そっちですか。ですね、じゃあとにかくここの建造物を直すのがメインになってくるでしょう。そうですね、ここを直せばいいっていうなんか公開日誌を見たんで、うん、とにかく一緒にじゃあ行動しましょう。ブリトニーさんもお願いします、はい、そうです、これが何かわからない。あ、ブリトニーさん、はい、こっちこっち、敵がいます敵がいます。必ず青ピクミンで攻撃です。うわー、そっちだめ、そっちだめ、そっちだめ。何それ何それ何それ、とんでもない、とんでもない。ブリトニーさん、こっち戻ってきて、戻ってきて。食べられちゃいますね。何ですか今の。やばいでしょ。オッケー、羽ピクミンでもなんとかやれる。いいぞ羽ピクミン。さあ、あと青ピクミンで、よし、前に、そうです、敵がいるんで、それは青ピクミンだったらいけると思います。さあ行こう、行ってこい青ピクミン。オッケー、ナイスです。いいですよ。じゃあブリトニーさん、そこの壁をお願いします。壁を破壊しましょう。あー、そこ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 。じゃあお願いします。そこに羽ピクミンがいっぱいいるけど、羽ピクミンではちょっとどうしようもないかもしれないんで。そうですよね。しかしあのブリトニーさんが見ていたあれはなんだ。あ、なに、羽ピクミン、え、大量に死んでる。え、どうしたんですか。なんで、え、何があったんですか。納得いきません。羽ピクミンを、はい、壁を壊すように指示したからじゃないでしょうか。え、それだけですか。その先に瓦礫があります、それをお願いします。回収してください。あ、メモデータがあります、これを読みます。はい、泡から助ける、ピクミンをぶつけて泡から救出。あ、このタコみたいなやつですね。あ、さっきのやつですね。そうですね、こいつは 泡にしてしまうんですよ、ピクミンを。その時は助けれるということです。しかし今のピクミンがやられたのは痛いな。君たちいたんですね、このところ。その青ピクミンで、はい、お願いします。青ピクミン、よろしくお願いします。それじゃあ僕は新しいピクミンを連れていくしかありません。そうですね、羽ピクミンでも危険なら青ピクミンだけでいきましょうか。いっぱいいる、青ピクミンがいっぱい出てくる。いいぞ、よし、じゃあ青ピクミンを連れて何としてもそちらに行きます。はい、瓦礫がまだいるのかな。オニオンめっちゃ綺麗ですね。今オニオンは今カラフルですよね。え、まあ、羽ピクミン、あ、羽ピクミンが、あ、それどこじゃないんですか。羽ピクミンめちゃくちゃ少なくなってる。え、ちょっと増やしとかないとまずいな、これは。罪悪感。どうしよう、どうやって増やそう。ああ、君たちもういいよ、そこら辺はお願いしていいですか。もういいよ、行こう行こう。やばいな、羽ピクミンもいっぱい必要になってきてるな。とにかく増やそう、うん、ちょっと待ってください、増やせるところで増やしていきたい。あ、ブリトニーさんは何か探索ができそうであればお願いしたいんですが。はい、今探索して、うわそこはだからダメだって自分で突っ込んでしまう。これは何ですか、湯飲みですか、コップですか。あ、それそれ、それを完成させましょう。はい、なんだろう、キャプテンどうします。そうだな、他にもその瓦礫が必要ってことだ、探すぞアルフ。了解です、とにかく探さないといけないんで。あ、これブリトニーさんも探してみてください。すみません、これって羽ですよね。そこは大丈夫です、そこから通ってきたんで。この間、あ、そっか
そんなに問題はないんですが、とにかくですよ、とにかく、はい、ちょっとハネピクミンが今少ないんで、ハネピクミン増やしていきたい。ちょっとこの間キャプテンが、はい、何ですか、うん、ここを通せるようにしてくれてたんで、ちょっと行ってみます。ここなんか怖いけど、大丈夫ですか。何ここ、そんな分かりません。2人で行って、何ここ、何あれ、ブランコっぽい、これは見て、果実だ。え、大量の果実がある。え、果実見えました。果実ですね、あれは。よし、こっちにも道があるということか。どうやって行く、なんかちょっと怖いな。あそこに巨大な穴があるから、さっきのやつじゃないか。ちょっと待ってください、この果実をなんとかしたい。キャプテン、まずあっちに行って、ハネピクミンであればキャプテン行けるんじゃないですか。そうだな、ハネピクミンなら飛んでるから、この果実を持っていけるんじゃないですか。これ果実だったんですか。黒くて分かんなかったですよ。ほら、持ってってるぞ。よし、ここはこのハネピクミンに任せよう。そして私はどうやって帰る。あ、こっちから帰れるのかな。オッケーオッケー、大丈夫だ。え、あ、いけるんだ。よし、アルフ、合流しよう。あの果実は、あのハネピクミンに任しておけばいい。了解です。よかった、果実があればなんとか生き延びれるぞ。じゃあブリトニーさんはその瓦礫を探していきたいところですが。そうですね、あ、瓦礫係です。分かりました。どこかにないですか、瓦礫。瓦礫、出てきてくれ。どこにあるんだ、瓦礫。瓦礫、瓦礫。よし、果実を回収しました。いいですよ、たくさん回収してるんでね。あっと、ここ敵か、危ない。よし、いけ、あ、ピクミン、君たちは強いのか。おお、いけるね、やるじゃないか。さあ、ここら辺はじゃあ持って行ってもらおうか。なんか水の中でも安心して通れるっていいですね。そう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 、これがね、青ピクミンのいいところです。何この開放感、何これ、敵か、これ敵だ。うわー、とんでもないことになってる。ピクミン、大丈夫か。ちょっと、これ見たことない敵だ。オッケー、倒した、いいぞ。さあ、瓦礫どこにありそうですかね。これ道ですかね。あ、道かも。怖いな。違いますね。行き止まりですね。これって何もできないんだ。なんかね、この先に果実が見えるんですよ。そこは分かりませんね。ここが怪しいのか。ちょっと待って、 G パッド。ここは怪しくないな。どこに瓦礫があるんだ。ここら辺が怪しい。ここら辺に行きます。あ、じゃあ私も行きます。 G パッド開いて。はい、開きます。そこ、そこ敵ですよ、その緑色のマークは。そこでいいです、はい、ここで行きましょう。合流しましょう。するために、あそこにまだ行ってない。まだ地図上では影になっていた。ないな、あそこが怪しい。え、こんな見にくいところ通ろうと思わなかった。カメラ回してね。あ、はい。こっちに行くんだ。あ、ブリトニーさん、そこです、そこに敵がいます。倒してください。え、簡単に言うのね。大丈夫ですよ。オッケー、僕も着きました。よし、ブリトニー。なんかね、私も着いた。これだと、魚釣りの感覚です。オッケー、このちっちゃい敵は、そんなに強くないぞ。いけるぞ。やばいやばい。やばいやばい、出てるけど。どういうことですか、キャプテン。やばいってなんだ。何がやばいんだ。あ、何これ、何これ。何これ。ちょっと待って、こっちも通り道見つけましたよ。なんかいっぱいあるぞ。ハネピクミンで行けるやつだな。8匹足りない。どうする。あ、ここ何匹いるの。10匹足りない。あ、ちょっと待ってください、これね、開けていいですか。いや、ハネピクミンがいる。1匹足りないんです。僕のピクミンでも足りない。はあ、瓦礫、え、ありました。なるほど、こっちから行けばあの怖いやつにぶつからず行けるみたいです。気をつけて、こっちに行くとあのすごいやつがいますからね。よし、瓦礫は OK ですね。今どこにいるんですか。ちょっと待ってすぐ近くにいますよ。そのバケツの、問題は羽ピクミンが必要ってことですよ。なので羽ピクミンを連れてきます。ブリトニーさん大丈夫ですか。そっちダメ、そっちダメだって。だからブリトニーさん、なんかちょっと導かれますね。あっちに、いやっていうか何にも考えてないというか。ブリトニー大丈夫か。気をつけろ、そこには危険な生き物がいる。ブリトニー怖かった。大丈夫か。やばいやばい、怖い言うてるぞ。よし、ちょっと羽ピクミン多めに。よし、行こう。さあ行くぞ、羽ピクミン。羽ピクミンついてきてない。
ブリートニーさん、そこで待っといてください。もう危険なんで、はい、すぐに行きます。あとで、さっきの大きい大きいのはもう無視です。無視です、無視です。もう戦わないんですか。あれはちょっと、そこよりもその後ろにある開くやつがあったんで、合流しますよ。はい、ブリトニーさん、はい、OK、これでピクミンが増えるでしょう。で、羽ピクミンにあげてもらって、そうです、でこれを羽ピクミンにあげます、あげさせます。何が入ってるんだろう。OK、 はい、ここは何だ。ドキ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 、果実だ。どうやって取るんだろう。分かんないね。あー、そうか、別にこうやって取ればいいのか、普通に本当に投げていいんですか。いけるっぽい。よし、持ってこい。あ、いいぞ、ピクミン。ピクミンに持ってこい。 OKOK、 これで OK ですね。じゃあこれは OK だ。よし、じゃあブリトニーさん来てください。はーい、あ、こっちこっちこっち、ブリトニーさんいます。あ、ごめん。さあ、こちらをくぐって、さっきの建造物が完成したかちょっと確認してください。そこそこそこ、どうでしょう、どうですかね、ブリトニーさん。おお、完成してる。これこれこれ、完成してます。大丈夫です。よし、じゃあブリトニーさんどこですか。ブリトニーさん、こっち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 。さあ、合流してついてきて。はい、いよいよですよ。こっちから向こう岸に行けます。おお、行けそうだな。すごい。さあ、行きますよ。じゃあまず、うん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 、ブリトニーさんを投げます。とりあえずアルフ、はい、私が行きます。そして、あ、ブリトニー君も行くんだ。はい、ほんと、僕を投げてください。ブリトニーさん、投げて。はい、わかった。あ、もうちょっとちゃんと。OK です。OK です、来ました。こっちに…あ、ちょっと待って、あ、なんだ、来い、僕一人じゃ、僕一人じゃ死んじゃうよ、やめて。何何何、何か言います、何か言います。これどうやったら戻れるんですか。ブリトニーさん、一回お願いします。あの、何何何、 G パッド開いて、 G パッド。一度ドレイク号に戻って、はい、岩ピクミンを連れてきてくれませんか。あ、わかりました、ドレイク号ね。ブリトニーじゃちょっと不安だ、私が引く。 OK、 ちょっと待ってろ、すぐに連れていく。よし、あそこにあの岩ピクミンで壊せるやつがあったんだ。ブリトニー、そこにいるんだぞ。そこにいないといけないことが分かった。はい、逆にアルフにピクミンを渡すんだ。よし、もう時間がないな、無茶は禁物だな、やめよう。時間がない、みんな戻ってくるんだぞ。あ、そっか。よし、ブリトニーさん、はい、どうしますか。ドレイク号に戻りましょう。そこから降りてください。はい、わかりました。普通に降りれるはずですよ。え、でもあるの、降りれるはず、大丈夫です、僕は一人で行ける。 OK、 帰りはごめんね。 OK です、ドレイク号まで。よし、じゃあ僕も戻ります。時間がないんじゃ仕方ありません。時間だけはね、どうにもならないですもんね。わあ、でもあれ、最後にメモパッドだけ、メモ、メモ出た。ピクミンの歌、ピクミンは5種類を20匹ずつ連れて歩くと陽気に歌い出すことがある。私も一緒になって歌ってみたところ、うんうん、途端に静かになってしまった。私の歌声はお気に召さなかったらしい。あ、ダメなんだ。宇宙船のお風呂で練習することにしよう、キャプテンオリバー。はー、厳しいですね。歌うのか、キャプテンオリバーさんは歌が下手くそなんですね。いや、そっちじゃなくて。違うか、違うか、聞いてみたいですね。下手くそなんでしょ、絶対下手くそなんですよ。まあいい、そんな方どうでもいい。さあ、一度ドレイク号に戻って。仕方ありません。あ、でもね、一匹ね、残ってるみたいですよ。どこに、あ、いた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 、ですか。でも、ちょうどいた、うん、僕が連れて行きます。なんかここにはまってるみたい。何してんの。何してんだ、ピクミン。おい、こっちだぞ。時間がないんで急ぐぞ。よし、これで OK だ。あー、よかった、ゼロになった。ゼロになりましたね。じゃ、せっかくだから一緒に歌を。写真撮りますか。写真ですか。青ピクミンと一緒に写真撮りましょうか。歌はいいんですね。わかりました。よし、キャプテンがどこにいる。キャプテンいた。よし、キャプテンと撮ろう。仕方ない、今日はキャプテンを撮ってあげましょう。わー、すごいね、すごい絵だ。ちょっと、ね、斜めからってシュールでいいですね。ちょっと
ボケちゃうんですけど。はい、キャプテン。キャプテン、なんで怒ってんすか？なんかちょっと怒りが多いです。私もね、ちょっと疲れた。あ、アヒルちゃんがいないことに対して、もう悲しくて仕方がないのだ。そんなにアヒルちゃんが。アヒル愛すごいっすね。アヒル愛がすごすぎるな。とにかく今日はこれで無事ですね。オッケー、戻りましょう。はい。探索を終えます。はい。いや、まあとりあえず前進はしてます。次に明日はあの橋の向こうを探索しましょう。そうですね。そうすればきっとあの発信源にたどり着くはずですよ。そうですね。いよいよあの食料泥棒をと捕まえる時が来ました。あれは本当に困りましたよね。まあとりあえず今日の食料も確保してますので、まあ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 、大丈夫です。そんなにも気になっちゃダメですね。そうですね。まだまだ私たちはなんとか自給自足でやっていけてますから大丈夫ですよ。そうですね、皆さんがいるおかげで。さあ今日の食料は一体どんなんでしょうね。ブリトリさん、はい、何個か取りましたよ。おお、新種もありますよ。新種の果実を回収したわね。どんな味がするのか楽しみだわ。よし、これは一体なんだ。これは紫タワーですね。確かに昔取ったことがあるな、あの寒いところで。ねえ、紫だもん。これは美味しかった。タワワって感じですね。タワワですしね、いっぱいありますよ。この紫色がいいね。縁側の実、これが新しい実か。よし、これで食料もまあ結構ありますよ。ありますね。4日分はいける。本当に安心しました。あのホコタテ星人のせいで生きた心地がしないわ。やっぱり食料がないとってことですよね。はい、元気と、はい、テンションが上がりますね。そうだな、私もだ、ブリトニー。ですよね。私はアヒルちゃんだがな。これだけあればしばらくは安心よ。とりあえずいけるってことですね、よかった。はい、食料管理ありがとうございます。ブリトニーさんが言うんだ、しばらくはいけるんでしょう、キャプテン。いや、私はもう死にそうだ。アヒルちゃんがいないんだ。あ、アヒルちゃん、もうそれはどうでもいいんですけど、本当に。あ、お願いします。探索13日目。探索13日目の時点で23個の果実を回収した。この惑星の果実は様々な種類があり、基本的に美味しいということが分かった。中には酸味がかなり強いものもあるが、コッパイ星に現存する果実では味わえない味覚である。私たちは果実の虜になった。いや、ブリトニーさんがでしょ。あ、私たち全員ですか。いや、確かにここの果実はうまいですね。美味しいですね。よし、絶対明日は捕まえてやる。やる。その勢いで行くしかないんですよ。セーブしています。セーブ、セーブしました。はい、ということで今回はね、発信源の近くまでたどり着けなかったんですが、どん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 徐々に近づいてはいっていると思います。明日こそ発信源の元にたどり着きたいと思います。はい、ということで今回以上です。この動画が面白かった、続きが見たいと思った人はグッドボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。他にもたくさん動画があるんで見てください。見てください。それじゃあ次回の動画でまた会おう。また会いましょう。バイバーイ。